客観的証拠なし証拠なし。トラックス文言集中総局女子谷学ぶし取締役執行役員ナンバー通過すりらしいですよ。 YouTube チャンネルリハック登場文春のドン彼女の証言だけで客観的なそれ裏付ける証拠もないわけです。あっそう立花さん東京地検特捜部バリ裏付け情報なさそうです。ほぼ空振りない裏取り凄み俺突っ込みすぎてると思った西川のりお師匠正論素晴らしい讃えてた人を冷静になったか何もまちゃむざ確定したわけじゃないけど推定有罪見切り発車いかんよ所詮週刊誌客観的証拠なし無罪じゃないか有罪でもない彼女の証言だけ証拠なし偽造を書いた人の群れが歴史の教科書でそういう光景見るな。